ビジラント級砲艦はイギリス海軍の砲艦で、アロー級砲艦は1859年の大古砲台攻撃において沈没、オスプレイは1867年にアフリカ沖で沈没したが、他は1860年代に売却され、スパローホークのみが1872年まで現役にあった。ビジラント級は二等砲艦として設計された。 クリミア戦争での沿岸部での作戦用に1854年に設計されたが、基本的に野郎球砲艦の拡大版だった。2機筒の水平端式膨張蒸気エンジンは、艦によって異なるが、593から778馬力を発揮した。推進は一軸スクリューで、最大速度は約11ノットであった。ビジュラント級の歩はべて、 バーク形式であった。設計では68ポンドランカスター前層、市場法2問搭載することとなっていたが、竣工時に7インチ5層アームストロング砲1問、68ポンドランカスター砲1問が搭載された。また、12ポンド榴弾砲2問に代わり、20ポンド5層アームストロング砲が2問搭載された。ありがとうございます。